夏一回センター街で職質されたじゃん俺。でセンター街で職質された時にあのなんかさその時さまださレペゼンさあの墨入っとったの隠しとったけんなんかさ長袖を着とったじゃんね。したらあのさパン職質されてからなんかマジで言うのと思う俺も警察やったら俺みたいなやつ確実に処刑するけんでなんかいやなんか長袖を脱げって言われてセンター街でよ脱げるわけないやその頃俺らピークで数字あるけんねもうその時点ではなんかレペゼンなんか DJ フォイと警察が喋ってるにもう納豆ともう納豆っちゃなのにその脱げるわけない隠しとっちゃけんいや結局警察は何が疑っとうかって俺の注射痕を疑っとったわけよもうなんかこう墨いっぱい入っとってなんか痩せとうやつはシャブやっとうと思われるけんそうまあそらそう警察が正しいちなみに俺はもう職質される時めちゃくちゃ笑顔やけん俺職質される時だけはもう本当にペコペコしとけんなんでかってペコペコした方が早く終わるけんそう俺マジでペコペコしとったけどそういやでもさすがにここで脱げって言われてちょ俺ここで脱ぐのは無理みたいなさすがにごめん無理だわみたいなそうすいません申し訳ないです抜けないですみたいなだったらちょお前なんで抜けないんだよってなるやんでさ俺も俺で隠しとっちゃうそう普通にもう結構見られとるわけよ普通にねそのでも本当にちょ申し訳ないとそのここでは抜けんとなんでや腕めくるだけやろってそりゃそう警察からしたら俺が墨隠しとるなんて知らんけんさそれお前なんでここで脱げんってやつになるわけよ別にズボンじゃないっちゃけん別にここで脱げるやろみたいな違うんすよみたいな違うんすいや違う俺ら隠しとったけん社長って約束しとったけんでももう結構 見られとうけんもう明らかに俺ってバレてなかったですよはいこれ入ってないね入ってないシュシュシュってするけどもうめっちゃ見られとったもうすでにあのつって分かりましたねじゃあちょっと場所変えてもらっていいですかつって場所変えてもらっていいですかって宇田川町交番の裏側の人目につかないとこまで行っていやあの僕こういう仕事しててこういう事情でさっきは脱げませんでしたでも今なら人見てないんで脱げますどうですかって言って見てあなるほどねみたいなそっかごめんねみたいななってこう円満に解決していったんやけどその後ツイッター見たらフォイが警察に連れて行かれたってツイッターだって、まあ、そうやけどよくないわそこだけ切り取んのいいすごいよくないわ合ってるけど合ってないわなんか DJ フォイ警察に連れて行かれてて笑ったみたいなおふざけんなマジでそんなもうみんなそう思うけんそうやけどそうじゃないってそうよそうやったけどそうじゃないけん助けてくれマジでこれ